3面が星条海域で取り囲まれている南海の半島、宇宙時代の未来を開いていく古墳のマスコット、ビョルイ。私はソルイです。古墳の名山であるパルヨン山から東北方面に流れていく水が与沢湾に入っていく時点に、2匹の竜が夜市を手に入れるために戦ったという四柱という場所があります。また海に接している高さ約120メートルの岩山である四岩は、竜が岩壁をよじ登って昇天したという伝説が伝わって、四馬追とも呼ばれています。では四柱と四馬追に秘められた興味津々な伝説へと一緒に旅立ってみませんか。四柱と四馬追。昔々、古墳四柱ゴルに2匹の竜が住んでいました。この2匹の竜は、よい樹をくわえて天に登っていく日だけを指折り数えて待ってたのです。この頃、ユシーインという人が四柱ゴルに入ってきて住み始めたのです。彼は武芸に長じ、特に弓の名手でもありました。そんな勇士の夢に白髪の老人が現れました。2匹の竜が間もなく宵獣を手に入れるために戦うだろう。その中の1匹の竜を弓で殺しなさい。はい、私のような者が竜を、そんなことできないです。怖いのか。もし失敗したらお前もここで死ぬのだ。夢から覚めた勇士は、白髪の老人に言われた通りに弓と矢を背負って、四柱付近にある崖の岩の裂け目に身を潜めて待ちました。どのくらい時間が経ったのでしょう。天から雷が鳴ると、四柱の深い水が一気にひっくり返り、二匹の竜が飛び上がりました。ああ、これは老人が言った通りに二匹の竜が。竜たちは昇天するための宵獣を取るために互いに食い合いをする喧嘩をし始めたのです。ユシインはこのチャンスは逃してはと弓を全力で引きました。飛んでいった矢が一匹の竜に命中し、撃たれた竜は落ちてしまいました。そして残ったもう一匹の竜は、ヨーアンブラクの南方の海辺にある四馬追を足がかりとし、悠々と昇天したのです。四馬追は古墳の10景の中の第6景として指定された古墳群の代表的な観光地です。今もその時、竜が天に登っていくために岩の上をよじ登った跡がありありと残っているそうです。四馬追は海と接している高さ120メートルの岩山で、岩壁が屏風のように張り巡らされていて、その景色も絶景です。また四馬追の下段部にはぐるりと広い岩盤層が形成され、観光客や釣りをする人たちにも人気があります。さらに入試のシーズンには、子どもたちの合格祈願に訪れる方もいます。古墳にお越しになった際には、ぜひ四馬追に寄ってみてください。